い、こにゃんちは大西です。7月、もうすぐ7月にっていうか、もう7月やね、これ見てる人は7月か。早いもんで、年が明けまして、で、まあ春が来て、で、あの録音に韓国に行ったりとかしながら、日にち過ごしておりましたらば、なんと、通天閣歌謡劇場の閉鎖のお話を通達されました。そしてそれが5月の真ん中辺ぐらいかな、確実なことが決まりまして、そして6月26日が最後の通天閣でのライブということになって、そして明けて、7月でございます。もう気持ち入れ替えてね、あの前向いてもうガンガン行こうかなと思います。7月もまた第2金曜は、東京にも参ります。7月ですから、高円寺ですね。7月の第2金曜日は高円寺次郎吉、7月12日やったと思いますわ。でね、7月13日はね、あの阿佐ヶ谷の駅の近所の、ソウル玉っていうですね、ソウルバーがあるんですけど、そこでずくなしと一緒にイベントをやらせていただきます。そして、7月14日は吉祥寺で、ずくなしと一緒にソウルブックっていうイベントに出させていただくと、なんかこう中央線な感じでね、すごいなんかこう高円寺、阿佐ヶ谷、吉祥寺みたいななんか渋いとこで、やらせていただきましては、そして、まあ、月末、7月の月末の水曜日も、今度は通天閣じゃなくて千日前のアナザードリームというライブハウスがあります。ナンバーウォークの26番出口を出たらすぐに見つかります。あのビッグカメラの千日前通り破損で向かい側の、ファミリーマートのあるところの横丁の地下です。アナザードリームというところで7月からまた、毎月月末の水曜日は大西ゆかりショー、これはなんか、まあ、通天閣歌謡劇場の代替え興行ということで、とりあえず12月までは月末の水曜日は何かしらどっかで、やらせていただこうということを決めましたので、7月からそうやって毎月やらせていただいて、来年のことはまた来年考えようかなって、なんかそんな感じです。でまた、9月ぐらいには新しいアルバムが発売されます。苦い涙が100リットルというタイトルでございます。タイトルだけさっき言うてますが、9月にはそのアルバムを引っ提げまして、あちこちお邪魔しようと思っております。東京もあるしね、京都、神戸、それから淡路島とかも行きたら行きたいなって言うて今言うてます。堺とか、それから高槻とかも行こう思ってます。あちこちね、近いとこで、ちょちょっと回らせていただいて、でまた、お話が来たら遠いとこも行きたいんですが、まずは、地元京阪神を一生懸命、回らせていただいて、皆さん一人でも多くの皆さんに、ライブを見ていただいて、アルバム買っていただけるように一生懸命稽古して頑張りたいと思います。また7月からもよろしくお願いいたします。